なんか今すごい辛いです。こういう自分もカメラに収めようと思ってカメラを回してみました。何で辛いかもわからないんです。でもなんか涙が出ちゃう。なんでだろう。でも何で辛いのかわかんないし、よくわかんないから、誰かに言うこともできない。だって意味わかんないんだもん。何かが嫌なのか。別に嫌なこともない。気持ち悪いわけでもない。体調も別にいいのに。だからこんな意味わかんない電話したって困っちゃうんだけど、普通の中でよくわかんなくなっちゃって、でもすいません、本当によくわかんないけど、なんか泣いたり話したりすることによってなんか気が楽になるかなと思ってカメラをつけてみたんですけど、意味は簡単に動画になっちゃう。わけわからん。いつもわけなんだよ。最初は旦那氏も出張だし、いつも優しくしてくれる妹分の子も出張でいないし、寂しいからなのかなって思ったんですよ。でもやっぱ寂しいって気持ちはあるけど、でもいつもそのゲームとかしたりしたら紛れたり、編集とかも自分を忙しくしたんですよ。作業したり何かをしたら心が紛れるから。だけどなんかもうよくわかんない。寂しいのかな。でも寂しい時はチンチラのお部屋に行ったり、自分は今赤ちゃんがお腹の中にいるから喋りかけたりしてたんですけど、もうわけわかんなくなっちゃって、赤ちゃんのエコーの写真もずっと見てたんですけど、なんかもう意味わかんない。自分でも意味わかんないから、もう誰に何を言ったらいいかわからないから、もうわけわからん、終始わけわからんくて泣いてる。こんなことみんなあんのかな。解決方法がないから自分でも困っちゃってる。これってなんていう症状なんだろう。ただただ涙が止まらないし、なんか辛い。リスナーさんとかにみんなにおめでとうって言ってもらった、今すごい一番幸せな時というか、みんなから
愛を感じてる時なのに。なんか自分が今なんて悲しいのか、なんで泣いちゃうのかって理由をすごい探して今ペラペラ喋ってるんですけど、これで悲しいんだ、育児が不安で泣いてるんだって言うのもなんか全然違うなって思ったりしてて、今いろんなこと喋ってますけど、もう意味が分かんない、自分でも理由が見当たらない、ただなんかもう。なんか分かんなくなっちゃって泣いてる。なんかお腹が空いて泣いてる、お腹が空いて泣いちゃってる気もするし。こんなことって皆さんありますか？ちゃんと経験したことあるのかな？わからん。なんかちょっと精神的におかしくなるのはちょっと今日が初めてかもしれない。なんか旦那さんにイライラしたりとか、なんかそういうことはなかったんですよ今まで。つわりとかちょっと気持ち悪いって思ってただけなんだけど、なんか初めてこんなわけわかんない感情になっちゃった。不思議。これも妊娠のあるあるなのかな。普通さ、泣いちゃう時とか悲しい時って理由があるじゃないですか、明確な。これが嫌なことがあって、辛かったから泣いたり、思いが伝わらなかったから泣いたり、旦那氏と喧嘩したから泣いたりってあるけど、今明確な理由が自分で今探しても全然見つからない。でもカメラ回してよかった。カメラに一人語り。ね、配信とかもつけようかなと思ったんだけど、なんかね、みんなにリアルで聞かせて困らせたら嫌だなって思った。ちょっと動画で。分かったらね、なんか、何こいつって思ったら消せるじゃん。あ、でもちょっとなんかよくわかんないけど、みんなさんには本当にわけわかんないのに、わけわかんないまま動画が終わりそうなんですけど、しかもこんなすっぴんで鼻水垂らして。わけわかんねえ。わけわからないけど、聞いてくれてありがとうございます、皆さん。もし今から妊娠される方とか、妊娠してる方、まだ初期症状の方とか、もしかしたらいつか私みたいな意味わかんない精神状態になってしまう時があるかもしれません。なんかカメラを回したり鏡を見たりしながら喋るのもいいかも。こんな経験をさせてくれてもありがとう、ポジティブに言ったら。精神がおかしくなったり、よく分からず泣いちゃうなんて神秘的なことだと思って、ちょっと今日の自分も否定せず受け入れたいと思います。はい、ちょっとうまく動画をまた見ようとしたんですけど、 本当にこんなこともあるんだなと。ちょっとでもやっぱ話したらすっきりしました。すいません、こんな皆さんにすっぴんの泣きじゃくってる、よくわからんことを話しまくっている動画を皆さんに見させてしまって、すいません。ありがとうございました。皆さんも、もうね、本当に今お仕事大変な方とか、家事育児に追われてる方とか、学生さんとか、本当にたくさんの方が見てくださってると思うんですけども、でも自分のことを大切に、過ごしてください。今日も本当にありがとうございました。楽しいことを考えて寝ます。おやすみなさい。